立て直せ。援護するよ。これを。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい起きろ。ほれ、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。
待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。じいじが頑張ってるから、もう少し待ってて。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかな。なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。
武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。はっ。この調子だ、ノクト。ああ、とどめだ。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気付かろ。いい感じだ。状況は？心配するほどじゃない。よし、臨機応変な。ノクト、暴力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。殴れて回復しろ。まあな。はっ。はっ。はっ。無駄だ。うっ。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナ渡船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。シフトブレイクして敵のガードを崩せ。よーし、どうだ。やったな。それやっ、戦い慣れてきたな。まあな。どうだ。はっ、ほら。おい、悪い。よし、終わったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。
手紙？ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。いい感じだ。うはっ、ここまでだ。パパパパン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 パパン。てか、おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりとか。誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。ええぜ、俺たちに任せとけ。恩に切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。相手はどうも変種のようでな。妙なのが増える前に片付けたい。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。
俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついてる。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわぁ！おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわぁ、からだぜ。ああ、これヤバそう。エグニス、指示。
去れ。危ない。ナイスプロンプト。グラディオ頼む。はい。ダメージが通りやすくなった。攻めろノクト。まだよっ、ノクト応戦しろ。はいよ。大丈夫か。なんとか。無事か？ノクトは？それなり。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ。せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。分かった。さて次の運転役だが。ずっとイグニス。同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。ん？歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わる。なんだ？うわ、やっば！でっか！あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。ああ、待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな、うん、よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。
ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。行くぞ。よし、行くか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。お、アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるときこの手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？
だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。準備はできているか。あ、よし行くか。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で。ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ、ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ楽しみだな。休憩しようよ、休憩。だな、喉乾いた。よし、寄ってこうぜ。無駄遣いするなよ。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、
あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていた。お腹すいた。ご苦労様。ここの腕はすごいんだって。マッサージだけ受けに来る客もいるくらい。やはり運休か。今日は船が出てないんですって。船の港で止めろ。ああ、船いないよ。なんで？次の後は、オートにお連れするの？ルナフレーナ様。お？まあな、すぐじゃねえけど。おお、オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると、急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ？こんにちは、俺、ディーノ。あ、俺、新聞記者だから、いろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ？記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ、聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ、静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。じゃあ次の機会に。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠し。オルティシエのだ。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹減ってる。減ってんのか。ああ、わかった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。
いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？じゃあ、頑張ってくれ。わっ、ノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。オートの外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃわかんだろ。ごちそう。お、やったな、ノクト。ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？レストランに行ってこいと。ガーディナにようこそ。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が。冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。取れた新鮮な魚介なんだって。これは海の近くでしか味わえないよな。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。
ってきたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。席みっけ。前を見ろ。悪かった。あれに近づくわけ。起こすんじゃねえぞ。新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。出発準備できたって。マジ早いな、船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。
あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアが、ニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が、死亡。おい、待てよ。知らされていなかった。何がだよ、一体。調印式は昨日だった。そしてオートは…バカ言うな、俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが、襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だと、いいのに。他に情報は、自分たちで見てくるしかねってことが。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。オート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばオートが見える場所に出るだろう。